こんにちは、茂木和也です。今回は人気の固形石鹸、こちら牛乳石鹸の赤箱を使いましてトイレ掃除をしてみようかなと思います。それでですね、この赤箱にはここにですね、全身しっとりすべすべと書かれている通り、もちろん皆さん知ってると思うんですけれども、この赤箱はですね、体を洗う用の石鹸なんですよ。ただ石鹸はそういった体を洗う用以外にもありまして、例えばですね、洗濯用の石鹸もありますよね。あと掃除に使う用の石鹸もあったり、食器洗い用の石鹸もありますよね。で、そういう風に大きく分かれているんですよね。いわゆる雑貨と言われるものですよね、掃除洗濯に使われるものは。あとは化粧品扱いになっている、こういった赤箱のような体とか顔とか手とか洗う用の石鹸に大きくは分かれるんですけれども、石鹸そのものはですね、大差ないんですよ。ほとんど同じなんですよね。だからこういった体洗い用の石鹸を使ってですね、お掃除したり食器洗いをしたり洗濯をしたりするということがですね、できるんですよね。その逆はですね、できません。なぜかというと、化粧品の扱いになりますから、体とかに使っていいようにちゃんとルールにのっとって作っていますから、その逆はできないですよね。ちなみにですね、こちらの赤箱は固形石鹸になるじゃないですか。で、先ほどお伝えした固形石鹸で洗濯用というふうになりますと、どういうものがあるかというと、これも有名ですけれども、こちら歌丸石鹸、これはですね、品名のところに洗濯用石鹸というふうに書かれてますよね。家庭用品品質表示法のルールにのっとって、こういったですね、注意書きとか成分とか記載しないといけないんですけれども、全くだから別物なんですよね、同じ固形石鹸でも。あと掃除食器洗い用となると、固形石鹸以外にもですね、一番メジャーなのは洗濯だと粉石鹸になるでしょうけれども、それ以外にですね、こちらですね、これはうちの商品ですけれども、シャボンナブク、これは液体のお掃除用の石鹸ですね、拭き掃除用の石鹸です。あと食器洗い用で綿液水石鹸もありますけれども、こういったですね、液体と固形という風に分かれるのはもちろん皆さん知ってると思いますけれども、体を洗う用と掃除洗濯食器洗いでも大きく分かれるということになります。ではですね、この赤箱、これ3個入りなんですよ。ちょっと開けてみましょうか。はい、こういった感じでですね、はい、入っているんですけれども、はい、これも開けましょうか。はい、こういったですね、真っ白な石鹸なんですけれども、成分見てみましょうか。成分、石鹸素地。石鹸素地っていうのは脂肪酸ナトリウムのことだと思いますね。固形石鹸ですから脂肪酸ナトリウム、液体であれば脂肪酸カリウムとなりますけれども、この石鹸素地は脂肪酸ナトリウムで、それ以外のところで気になる成分は、一番最後に EDTA4NA という成分が書かれてますが、これはですね、有機キレート剤ですね。この EDTA が含まれていると、水道水に含まれている高濃度分の影響をですね、石鹸が受けにくくなるんですよね。要は洗浄力がですね、高濃度分によって落ちることがですね、あまりなくなるということにつながりますね。この水道水に含まれている高濃度分の高さと石鹸の相性のテストをですね、この間しております。そこで詳しく解説しておりますので、詳しく知りたい方は概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひご覧になってください。この EDTA が入ったキレート入りの石鹸と無添加石鹸では明らかにですね、泡立ち具合が違うんですよ。もちろんキレート剤が入った方が泡立ち豊かなんですが、ただ軟水の地域だったらそれほどですね、その点について感じることはないと思うんですけれども、お水がそこそこ硬い地域では泡立ち具合全然変わってきますね。特にですね、お水が硬ければ硬いほどですね、その点は感じると思うんですけれども、例えばですね、源泉かけ流しの温泉、温泉はミネラル分豊富ですから、硬水といえば硬水になりますけれども、そこにですね、無添加の固形石鹸を持っていって体を洗おうとしてもですね、ほぼ泡立たないんですよね。これはもう明らかにですね、界面活性作用が失われているということになりますね。ただ考え方次第ですね、無添加石鹸が好きだという方もですね、もちろんいますからね。この EDTA は有機キレート
ト剤で添加物になりますから、こういったですね、添加物が入っているものは使いたくないというふうに思われている方はですね、無添加石鹸を選択されるでしょうし、石鹸は好きだけれども無添加石鹸は使いにくいとか、泡立ちも悪いし汚れ落ちもなんか悪い気がするという場合はですね、こういったキレート剤が入っているものを使うというのも一つなのかなというふうに思うんですけれども、ではですね、この固形石鹸をそのままですね使ってトイレ掃除をするのは非常に使いづらいので、使いやすいようにですね加工したいと思います。で、どういうふうな加工をするかというと、一旦ですね粉石鹸にしようかなと思います。で、何を使って粉石鹸にするかというと、こちらですね、おろし金を使ってですね赤箱石鹸をおろしていこうかなと思います。このおなじみのアンパンマンの桶におろし金を入れておろしていきますね。今回買ってきたばかりの赤箱を使って粉石鹸にしてますけれども、贈答用とかもらい物の石鹸とか使わないのが家にあってなんとかしたいという方はですね、体洗いに使うということも一つですけれども、こんな感じでですね、おろし金でおろして石鹸に使ったり掃除に使うというのもありですよね。はい、丸々1個おろしました。おろすと結構な量に見えますね。これをですね、一旦容器に入れたいと思います。で、入れるのに良さそうな容器をですね、先ほどダイソーで買ってきました。一つがこちら、タッパーのタイプですね。で、もう一つがこれ。でもこれには入らなさそうな感じですね。なのでこっちに入れようかなと思います。一つに全部入れることはできなさそうな感じがしますね。まず一個入れてきますね。で、結構おろしたてはしっとりしてるんですけれども、おそらく乾燥して硬くなってくると思います。やっぱり一個じゃ入りきれないですね。もう一個使います。はい、こちらのですね、ダイソーで買ってきた1個 330ml のですね、タッパーに1個と3分の1ぐらい、ぎゅうぎゅうに詰めると全部入ったと思うんですけれども、くっついてしまったりするのが嫌なので、ふんわり入れた感じでこのぐらいですね。なので、この容器よりも一回り大きな容器持っていたんで、そっちにすればですね、1個で入ったかもしれませんが、だいたいですね、500ぐらいの容器だったら全部入るのかなといった感じですね。では次に、もっとですね、掃除に使いやすくするために、粉石鹸をですね、水石鹸に変えようと思います。水石鹸というよりもですね、水じゃなくて、お湯ですね。お湯石鹸といった方がいいでしょうか。ではまずトイレ掃除に使う分のですね、お湯をこの桶に入れます。はい、入れました。お湯の温度は50度以上ありますね。温水器のリモコンで60度にしておりますので、ちょっと下がると思いますから、そうですね、55度ぐらいでしょうかね。そこにですね、先ほど作った粉石鹸を入れるんですけれども、ほんのちょっとでいいですよ。はい、そしてかき混ぜます。お湯でもですね、すぐには溶けていかないですね。なので、粉を入れてですね、少し置いた方がですね、いいかもしれないですね。少しでも早く溶かしてしまいたいっていう場合はですね、このような感じで混ぜた方がいいんでしょうけれども。で、入れる量のポイントはですね、少ない量から入れていって、今回1回できましたけれども、泡立つぐらいまでできれば OK です。量が少なすぎると泡立つことはしないんですよね、石鹸の場合は。もちろんですね、一度にたっぷり入れると泡立ちますけれども、はしないで、少ない量からできるだけ少なく入れてあげてですね、ギリギリ泡立つところに持っていくというやり方ですね。いちいち測らなくてもいいんで、その感覚で作るのがいいのかなというふうに思います。ほぼ溶けたみたいですね。では石鹸がですね、完全に溶けたところで、こちらのですね pH 試験紙を使いまして、この溶かした液の pH を測っていきたいと思います。石鹸なのでアルカリ側に傾くと思いますけれども、だいぶ薄まってますからね。あ、若干緑色になりましたね。8ぐらいでしょうか。そうですね、 pH8 ぐらい、8よりもちょっと下かもしれませんね。で、このアルカリ度8でも十分ですね、いいんですけれども、お湯の働きも加わりますからね。お湯もですね、油脂汚れに対して効果的ですからね。それで液性もですね、中性じゃなくて若干ですけれどもアルカリ側に行っているので、軽度な皮脂汚れだったらですね、アルカリの働きだけでも落とすことができます。さらに石鹸のこの泡立ちですね、界面活性作用も加わってですね、熱の働き、アルカリの働き、そして界面活性作用、この3つの働き
働きで皮脂汚れを落とすことができるので、これでも十分なんですけれども、今回のトイレだったら、まあそれほどアルカリ度高くなくてもいいんですけれども、例えばリビングとかダイニング、あとキッチンですね、ちょっとアルカリ度を上げたいっていう時は、セスキ炭酸ソーダをほんの少しパラパラっと入れるとですね、アルカリ度が10ぐらいまで上がります。今回はこのままでですね、トイレ掃除をしていこうと思います。ではトイレに移動します。はい、トイレに移動してきました。では早速始めていきたいと思うんですけれども、まずは便器の内側以外のところを掃除していきたいと思うんですが、何で拭いていくかというと、こちらスコッティの洗って使えるペーパータオル、これにですね石鹸水をこのような形でつけてですね、はい、これでですね拭き掃除していこうと思います。ではまずはこのリモコンから拭いていきましょうか。はい、次はドアの一番手が触れるここのところ、そしてその周りですねを拭いていきます。はい、次はスイッチとその周りですね拭いていきます。結構皮脂汚れついてますね。皮脂汚れと言いますか、黒ずんでる汚れもですねついていますね。うん、綺麗になりましたね。この周りに黒い手垢のようなものがついてあったんですけれども、綺麗に落とすことができましたね。まだちょっとついていますか。はい、ここまで綺麗になりました。はい、次は床をですね奥から拭いていきます。はい、反対側も拭いていきます。今度は便器の横側を拭いていきます。はい、床と便器の外側が拭き終わりましたので、今度はタンクと、まあタンクといってもタンクレスなんですけども、ここの部分ですね、あと蓋を拭いていって、それから便座便器と拭いていこうと思うんですけれども、一度ですねペーパーは水ですすいでまた石鹸を含ませてきました。ちなみにいきなり拭き掃除しているように見えますけれども、先にですねウェーブハンディワイパー超ロングタイプでホコリ取りは済ませております。では引き続き拭いていきます。今回石鹸を使って拭くのはここまでとさせていただきます。というのは、ここの便座の表面を拭くんだったら、何度か使ったですね洗って使えるペーパータオルで拭くよりは、新しいトイレのシートで拭いた方がですねやっぱり衛生的ですよね。それとトイレの内側なんですけれども、もちろんですね石鹸を使って洗うという方法はあります。例えばですね、この石鹸水をジャーッとここに入れまして、トイレブラシを使ってですね洗うという方法ですね。ただ我が家ではトイレブラシがないんですよ。で、ないので洗うとすれば、先ほどのこちらトイレクイックルを使ってですね、こうやってつけてこうやって掃除するというやり方になるんですけれども、この石鹸水とトイレクイックル、トイレクイックルじゃなくても基本的にはトイレ用のお掃除シート全般に共通しているんですけれども、非常に相性が悪いんですよ。なぜかというと、石鹸ってアルカリ側でないといけないんですよね。先ほど pH 見てもらいましたけれども、8ぐらいだったじゃないですか。で、そのアルカリの石鹸がですね中和されると、せっかくのアルカリの働きはもちろんのこと、石鹸そのものの界面活性作用もですね失われちゃうんですよ。なぜかというと、このペーパーが弱酸性なので酸性側に行っちゃうんですよね。そうすると酸性石鹸ができちゃうんですね。水垢の一つですけれどもね、酸性石鹸は。なので泡立たなくなるし、液がですねおそらく白く濁ってくると思います。ちょっと入れてみますね、どうなるか。実験ということで、
ここに入れるとですね、ちょっと白くなってきましたね。やはり酸性石鹸できましたね。なんかゴヨゴヨした白いの出てますよね。これ酸性石鹸です。しかも泡立ちないですよね。ほら、これではですね、掃除ができないんですよ。なのでこのトイレ用のシートを石鹸水に含ませてトイレ掃除をするっていうのはですね、やっちゃいけない掃除方法ですね。まあ、こんな感じでしっかり石鹸カスができてますからね。ということで今回は人気の固形石鹸赤箱を使いましてトイレ掃除をしてみましたが、今回の掃除方法はトイレ掃除だけじゃなくてリビング、ダイニング、場合によってはお風呂掃除にも使える方法となっております。ですので赤箱ファンの方はもちろんですけれども、赤箱でなくても固形石鹸が好きですという方や、もらい物の固形石鹸が余ってて使い道に困っていますっていうような方はですね、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。モテギカズヤの YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。